ドゥエイコール・ラ・フォンテーヌは、フランス、ペードラ・ロワール地域圏、メーヌ・イコール・エイコール・ロワール圏の旧コミューン。2016年12月15日、周辺の7のコミューンと合併し、コミューン・ヌーベルである、ドゥエイコール・アン・アンジューとなった。ドゥエイコール・ラ・フォンテーヌの一採石場にある、貝殻の化石からなる、石灰岩層、ソミロワ地方にあり、ロワール・アンジュー・トゥーレーヌ地域,地域圏自然公園の、 中心に位置する。モントルイ・ユベレの北東1 0トルソミュールの南西1 4トルの距離にある。1999年に INSEE が確立した分類表によれば、ドゥエイ・コール・ラフォンテーヌは孤立した町で、単一のコミューンで都市部を形成している。すでにある都市部の一部ではないし、すでにある都市空間の一部にもなっていない。 1>, 1億年から1億2000万年前、中心予時代の海の下に、ドゥエはあった。西へ向かって水が引いていき、貝殻が厚く堆積した石灰岩層が姿を現した。コミューンの南西部近くを流れる、レイヨン川の小さな支流が、コミューン内を流れている。コミューンの北部でドゥエ川は源を発し、西へ流れてレイヨン川に合流する。 南部で源を発するガナシュ川は西へ流れて、コンクルソンシュルレイヨンとの境界付近で、クール、シルプル川に合流する。814年から835年までの間、コミュームの地名は、ティードダス、セドバット、トゥートアーダス、ティードアダムとなり、その後847年に、ドーダムとなった。アルベルドザによれば、ゲルマン語の男性名シュードドから生じたとされるのに、 エルネスト・ネグルは、ラテン語の男性名ディオダタスから生じたとする。我々は980年頃に、ビ社シャ・ドア・デン氏と記されたのを見つけている。1050年頃には、カストラム・ドーダス。1055年頃には、カストロ・ダオドであった。1060年頃にヒューゴ・でドーと研究している。名前は1182年に、ドーに進化するが、1392年には、デュトムとなっている。 1500年には、同 p r ソーミュールとなっていた。デウェイという言葉は、自然にできたまたは人為的に作られた水が流れる水路を意味する、古い綴りのデュットから来ている。アンジューの方言と鉛における、語源学と歴史の用語集によれば、ベルニエとオニオンはどちらも同 A について触れている。デュブが、五頭音消失したもので、デュットは、 洗うことを意味しているというのである。ドーラ・フォンテーヌの場合、デウェイは古代のコミューン名の語源を示しているのである。ドーラ・フォンテーヌの名は1893年に採用された。公式にコミューン名となったのは1933年4月11日のデクレにおいてである。人がこの地を通過した最古の痕跡として、ムスティー文化の道具が見つかっている。 新石器時代には研磨された石符、骨や角でできた道具がもたらされた。六つのドルーメンが、ドゥエイコール・ラ・フォンテーヌ・オゴーリに散らばっているのは、新石器時代に人が定住した証拠である。青銅器時代以降、複数の斧、釘や鉄製の槍、ゲルマンの文様が刻まれた腕は、ハルシュタット文化の影響が見られる剣が見つかっている。現代のドゥエの地は、古代に、ガリア族、 アンデカウィ族、ピクト族の境界線上であった。ガロローマ時代のドゥイコール・ラフォンテーヌ軍の地は、ローマのビラが建設されていた。実際のビラはおそらく、ソミュール、アンジェ、モントルイ・ユベレ、ジャンムとの間を通るローマ街道の交差地点であった。8世紀、デュエは、アキテーヌの領土だった。790年以降、シャルル・マーニュの子、ルイケイケン王は13歳ながらもすでに、 アキテーヌ王となって10年であった。彼は781年からビラ、またはパラティムデティートワーダムに、高級的に住んでいた。814年、ルイは父の死に伴い、こうして皇帝となった。彼は832年に、アキテーヌ王ピピニ一世から基準を受けている。カロリング朝時代の住居の痕跡は何も残っていない。四十七年二月十五日。 シャルル2世は、ドゥエとその周辺の土地を旧能修道院の修道士たちに授けた。行動が9世紀最後の20年ほどの期間に、現在の町の南に建てられた。深刻な火災で損傷する前に、10世紀半ばに建物は分割され拡張された。10世紀終わりには、建物はおそらく要塞に転換されていた。サンデジェ教会とサンジャンバティスト教会の周辺で、 定住地が成長していった。バイキングの信仰で旧の修道院の修道士たちが追い出されたため、彼らはトゥルニュの修道院に避難した。アンジューハクは旧の修道院の土地を自分の影響下に組み込む機会を得た。これらの一部を手に入れるため、トゥルニュの聖職者ウードは、ルエの土地をアンジューハクジョフロワ一世のものと認めている。八十七年にジョフロワ一世が死ぬと、 新たな伯爵となった古くネラは人口集中地の近くにカストルムを築いた。これがその後要塞化された。1024年頃、アンジュークはドゥエ城をジェルドソミュールの子エメリに与えた。彼はアンジュークに対し反乱を起こし、1026年に捕虜となっている。しかしながらドゥエ領主は伯爵の創始権に対して反抗的であり続けた。 城は1109年と1123年に安住白古く四世によって包囲され、1147年にはジョフロワ四世によって破壊された。13世紀、町は繁栄していた。町は市場を開く会場であるあるを持ち、日本史、そして布の市場を持っていた。1229年には町のブルジョワ階級によって病院が設置された。13世紀、 ウスタシュド・デュエとリール・ブシャール家との婚姻によって、持参金がもたらされた。持参した領地は、断浅領となった。町とデュエの城は百年戦争で被害を受けた。1427年に、カトリーヌ・ド・ディル・ブシャールが、ジョルジュ一世イラ・トレモイユと結婚したことによって、断浅領は、ラ・トレモイユ家のものとなった。16世紀から17世紀にかけ、デュエは、カトリーヌ・ド・メディシス。 シャルル9世、アンリ4世、ルイ13世が滞在するという栄誉を賜った。ルイ14世は町を自治体とし、自らの紋章を与えた。しかし、男爵ジョゼフ・フロンの時代に町は、最大の繁栄を経験した。ドゥエの城を再建し、イタリアから輸入したポプラを50万本植えた。彼は、アルファルファとイガマメの栽培を導入し、自らが建てた砂糖の中にスーランジェ。 苗床場を設置した。彼は、噴水も設計した。彼はまた、貿易拡大のための日本史市場の会場を手配した。特に王家の庭師の支援を受けて奨励した、バラ栽培は、現在のデュエの国際的な名声につながっている。ジョゼフ・フロンは、フランス革命初期の犠牲者の一人だった。シャトーは破壊された。今日まで残るのは、旧車と城壁の土台の一部である。 バンデ戦争において、ルエは6月7日と8月3日にバンデ軍に攻撃されている。8月5日に共和国軍によってバンデ軍は蹴散らされ、彼らは9月14日に行われたバンデ軍の攻撃を退けている。1793年11月30日、アンジュから1200人の捕虜がルエに移送された。彼らは1794年1月22日まで、 アリーナやサンピエール協会に閉じ込められていた。2ヶ月の間に184人が死亡した。350人から370人以上の囚人たちはギロチンにかけられるか、銃殺された。革命後のデュエは19世紀に成長した。バラの栽培と生産が急成長し、鉄道は1896年にデュエに達した。 ドゥエは自治体内にある発電所によって電化された最初の中小都市である。20世紀初頭、地場産業は急激に転換点となり、園芸は継続して伸びた。1964年10月1日、ドゥエはルース及びスーランジェトが合併した。人口グラフ参照元、1962年から1999年まで人口の2倍カウントなし。 1999年まで、イヘス、カシニー、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。